はい、今回はマスターリーグのクラシックで、プレミアムクラシックで、大乱闘というメインポケの大会があったんで、そこをぶちのめしていこうかなと思ってて、今もばっかだから、本当雑魚ばっかと戦っても仕方ないんで、こうやってこういう大会に出て、ちょっと名を上げようかなと思って。で、いつもはマスターリーグの通常の方をやってるから、ちょっとな、クラシックのプレミアってちょっとな、あんまり、同じマスターでもちょっと違うからさ、あんまポケモン用意してなかったんだけど、伝説抜きの、しかも XL なしの、ちょっと、なんだ、ハイパーリーグとも違うんだけど、泥試合になんねえように、ちょっと、泥試合っちゃ泥試合なんだけど、一応ちょっと面白いポケモンいねえかなって。結構ワンパターンのポケモン結構出てくるよ。だけど、結構な、スーパーリーグみたいな、しょうもね、子供同士のちびっこ相撲みたいな、泥試合と違って、まだマスターはマスター、腐ったのはマスターだからね、強いやつらは強いんだけど、ほとんどポーズ持ちとか、過去レジェンドになったことあるやつとか、名前も見たことあんなーみたいなやつらがゴロゴロいたんで、ちょっと俺の中ではブレイキングダウンみたいな形で、アマチュアとも違うけど、プロと戦ってるわけじゃねえんだけど、こいつはこの世界では強いみたいな。で、俺はちょっとマスターリーグでちょっと遊んできたから、あんまちょっとクラシックとか、ちょっとルールがちょっといつもと違うやつで、変わっちゃうと MMA からちょっと、キックでもないし、ボクシングルールで戦うようなもんなんで、ちょっとね、ちょっとラグとかもひどかったね、これ、多分、普通の、ミンポケのフレンドになって、フレンドからの対戦ってことで、ちょっと、ようわかんねえ回線落ちとかもあったから、何回もそれで負けたりも、俺が実力不足で、普通に負けたのもあるんだけど、やっぱこいつは腐ってもやっぱ強えなって。骨のあるやつらばっかだったから、同じポケモンばっか出てくるんだけど、使い方っていうか組み合わせが、ちょっとラグとかね、ひどいね、これは。本当にラグがひどい時は、いつの格闘も3匹やられてましたとか。あと、微妙な駆け引きがあるよね。同じギャラドスでも、滝登り型と竜の息吹型とか、たまにドラゴンテール型いたかな。で、たまに初手カビゴンとか、シャドウカビゴンとか、その辺ちゃんと厳選して、マスターで使える個体持ってきてるのさすがだなって感じかな。あと、磁場コイルとか昔いたような気したけど、あんまもういねえな、磁場コイルは。何があれなのかな？あと、普通に、カイリキーとかも入ってきたで、面白いなって思ってたね。あと、ドラゴンタイプのガブリアスも見たし、俺もちょっと遊びで使ってたんだけど、ガブリアスって、昔はもっと、キバゴの進化系の、名前はスターハの、なんだっけ、オノノックスか。あいつもいた気したんだけど、あいつもちょっと消えちゃったよな。オノノックス、フェアリータイプが台頭してきたから、全く出てこなくなった気がするんだけど、あいつも結構強いよな。格闘でカウンターからの辻切りとか。たまにこうやって硬直すんだよな。これやめてほしいんだよ。いつもがポケモン変わってて、みたいな。で、それでちょっと連敗したりとか、わけわかんないこと結構あって、結局12勝13敗で負け越して、いやー、強いやつらが、ほんと強いな。俺も大口叩いて、全員ぶっ倒してやろうかなと思ってたけど、逆に負け越してたんだな。あと普通に、これマスターリーグのプレミアクラシックっつってんのに、クラシックルール無視してくれるクズどもがたまにいたな。CP 握力超えとるんやみたいな。で、このマンムーも、なかなか強いよな。地ならしじゃなくて、もう10万馬力がやっぱ、冗談抜きで強い。シレーヌとかも、ハイドロカノン覚えたらもっと強いんじゃねえかなとか思ってて、この普通だったらシレーヌ、ハイドロカノン打たれて負けてるような場面だけど、マンムーね、黙っちゃったな。で、録画がちょっと固まってて、ちょっと動かない場合と、全く、またアシレーヌ。マンムーアシレーヌっていうやつがたまにおるな。
まあ、マスターリーグのクラシックとかって結構、まあ、これと同じようなパターンだよな。うん。マンム、ドリューズみたいな。あとアシレーヌみたいな。やつは単価ですね。これ、ほんとひでえのが、クラシックルール無視してるクズ。こいつは、投撃室はそうでもなかったけど、はい、出たよ。クラシックルール無視。普通のマスターリーグ。で、こいつもマスターリーグ。マスターリーグのサウナイト。で、カイリキーも明らか。明らかに CP 超えてる。で、こういう、まあ、クズどもは、まあ、ぶちのめしていったけど、あと一戦だったんだよな。で、次回は本当にスペインのめっちゃ強いやつ。世界一のやつ戦うんで、あとまあ本当に募集してるんで、かかってこい、お前ら。